皆さんこんにちは、山崎しげのりです。僕は荻窪悠々演劇社という劇団の座長クリス・ケンジ役でございます。本当に素人が集まった集団を束ねていくのに四苦八苦しているという役どころでございます。前回はですね、ほぼ出ずっぱりでですね、本当に汗だくになってやったんですけども、一瞬だけ舞台袖下がる瞬間があった時にメイクさんがやっぱね、気遣って汗をこう拭いてくださろうとしたんですけども、拭かないでくれと、せっかくこの汗で頑張ってる感じ出てんのに拭くのはもったいないって言った時の、あの時のメイクさんの顔が一番思い出残ってますね。こいつ何言ってんだっていうね、顔をちょっとされてたんで。もうとにかく見どころはですね、もうドタバタ、何も考えずに見て楽しんでいただくという舞台ですから、今回もですね、舞台上に本当に愚かな人間がいるんだなと、お客様、見てくださる方の下には下がいるんだなという、そういうところをですね、見ていただきたいと思っております。よろしくお願いします。とにかく本当に自信を持って面白いと言える舞台です。僕の代表作だと言っていいシリーズだと思っております。ぜひ劇場に遊びに来てください。お待ちしております。崩壊シリーズハは2019年10月より東京ほか各地にて上映いたします。ぜひ近くの劇場に遊びにいらしてください。皆様のご来場お待ちしております。